さあ、今 DT300 クラスもスタート。10号車がいいスタートでしょうか。まずは50号車を守りに行った形。クソートが抜群のスタート。アウトサイドからこの層を狙っていきます。しかしここはなんとかブロックして抑えていきました。ポノス後方ではどうでしょう。スタディがよ、6番手から3番手までポジション上げている。そしてアズーラ、ソートに対して逆バンク、アウトサイドからエディアーバインラインを決めていく。7号車ここでダンロップコーナーインサイド。次デグナーはインサイド相当になりますが、ここでアズーラが前です。2番手、そして300クラスはダンデレオンが逃げ切り、そして2番手にアズーラ、その差1秒2。そして相当がピットです。ハードタイヤスタートでした。相当唯一のハードタイヤですかね、もしかすると。さあ相当が一周でハードを捨ててきました。さあピットでタイヤを変えて、ソフトにタイヤを変えてきました。ダンデレオン JPL、 それからアズーラの2台、その差は 0.4 秒。差そして1台ピットに入ってきたのは NTF なりです。グッドスマイル初音ミク AMGGT3で入ってきて、これはおそらくソートの後ろに回るかと思われます。さあそして GT300 クラストップが入ってきました。ダンデレオン JPN、 ここまでソフトタイヤを引っ張ってきました。さあハードタイヤでどこまでいけるか。12周持たせましたね。さあここで何タイヤに変えるか。ハードに変えます。ハードに変えてどこへ出る。アズーラが前だ。アズーラが前、そして成にも行かれる。10号車は3番手で復帰しました。あー、そして61号車クラッシュだ。ギアルデッド。何があったのか。これは単独ですね。アウトサイドまで膨らんでしまってインマッキしてしまいました。タイヤはハードですね。そして成がピットです。成がピットに入って、これ相当はミディアムですからね。ミディアムで引っ張っている相当。そしてケタッケ覇者はまだハード引っ張っていますが、ピットです。ピットに入っていきます。さあダンデライオンと相当の差が、あーもうテールトゥーノーズですね。テールトゥーノーズコンマ1秒差。インサイド守って10号車、アウトサイドから50号車。ここはいけません。50号車その後ろから成もですね、59秒台のペースで飛ばしてきています。ニューのソフトタイヤ。さあここはどうでしょうか。並んだサイドバイサイド、50号車と100号車、失礼、10号車サイドバイサイド。あーもう全然違う、全然違う。ストレートインサイドには入ってきた、入ってきた、入ってきた。ポロスが入ってきた。10号車当たりながら、当たりながら 2コーナー立ち上がる。しかしここは50号車が前、50号車が前に出ました。これで義務消化組ではトップ。さあ7号車ピットに入っていきますね。ここでピットです。さあ9号車、あ失礼、50号車とのバトル。今 130R。7号車がここでようやくピットに入ってきました。ソートは今最終コーナー、今マシンがピットに入ってきました。さあ作業を終えて、あー2台の後ろだ、2台の後ろ。さあこれでハードタイヤを履いてピットアウト。10号車の後ろで復帰。スミットスプレーアウト同士の戦い。ここは難なくかわしていきます。難なくかわしていく、一緒に行く。チキンでアウトサイドから並んでいく、並んでいった、並んでいった。88号車並んでいく。モモコ NK に対して並んでいきます。さあストレート、スリップストリームに張り付いて、
並んだ1コーナー勝負、1コーナー勝負、ここは88号車前、各車ワイパーも動いておりません。さあテールトゥーノーズです。かなりテールトゥーノーズ張り付いています。4号車が張り付いています。さあアリアが流れた、アリアが流れた。さあデグナーで仕掛けるか、デグナーで行く、デグナーで行く、アウトサイドから、ただここは引きます、ここは引く、あーただ突っ込みすぎた、コースアウト。7号車、これで4号車が3番手に4号車上がってきました。で300クラストップ回り切った、ソートがトップチェッカー、アネスト岩田初優勝、2番手ダンデライオン、3番手なり4番手にアズーラ、そして5番手にはこちらが桃子 NK ですかね。6番手にはリコリス、7番手に経済関係覇者、8番手にクロス、最後の3番手争いしびれました。